あと道聞くじゃないですか、うん、大阪ってめっちゃ分かりやすいんですよ、うん、ここまっすぐバーンって行って右バーンって行ったら行くよって言ってくださるんですけどほんまにこれはそうやね、本当にそうだよね、はい、南に50メートル、その後南西に20メートル行ってください分かる、南、西、どっちってナビやん、それ。いやでもそれ大阪でも俺思うよ大阪は南来たらすごい分かりやすいんですよ、それはそっちに住んでるからね俺らだったら何十メートル行ってどこどこ曲がってとかあるけど、大阪行った時俺もアメリカ村、はい、初めてあの修学旅行で行った時に女子高生に聞いたわけ、どこって言ったらなんか心斎橋あたりかな、そこ行くやん、本屋あるやん、右やん、アメ村やんって言われてえ、でも分かりやすい、分かりやすい、本当のとこって言ったらね、アメ村あったのやっぱりあっほらね、行くやん、右やんとかのが分かりやすいんですよ、うん、それで慣れてるんですごい、北西に70メートル、70メートルがどれぐらいかも分かんなくて、うんうん、難しいなって思って、まあね、まあでも親切では本当あるんだけどね、聞けばちゃんとね、確かにね、優しい、でもあの私たち来て思ったのは、東京は冷たい街やみたいなの言うけど、うん、東京めちゃくちゃあったかいです、そうです、そんなことないでしょ、めちゃくちゃあったかい、ね、何や言ったら大阪の方が厳しいです、厳しい、そうだよね、はい、怖い時あるよね、大阪の方がね、大阪はなんか愛を持ったらすごい愛情をくれるんですけど、はいはい、愛を持つまでが遠いんですよ、うん、でも東京の人はあ、じゃあ一回行ってみるわっていうのがすごい軽くて、そうね、そう、やっぱどっかから東京に出てきてる人が多いんで、うん、多いから、そう、なんか遊びに行こうとかライブ見に行こうっていう気持ちがすごい軽いんですよ、フットワークが軽いから優しい、だから私たちやっぱチラシ配りとか手売りとかするんで、うん、そこがめちゃくちゃ嬉しいです、売れるもんなの、売れます、めっちゃ売れます、俺なんかもずっとあのデビュー当時もうずっとやってたんですよ、手売り、どこでやってました、渋谷原宿間ずっとです、もうだから街でね、あのお芝居やるって言って、その若い時でまだ 2,3 年目だったけど、3,000円のチケット売んなくちゃいけないってなって、うんうん、街だけど俺100枚以上売ってますもん、すごい、ちゃんと自分で、素晴らしい、もうずっと朝から晩まで、うん、でもちゃんと取ってくれるよね、はい、そう、まあまあ止まってくれるしね、聞いてくれる、ね、大阪の人はまず話聞いてもらうまでが遠いんですよ、そうなんですよ、まずね、せっかちなんでチラシを受け取ってくれないんですよ、あ、そうなんだ、もう走ってるからもうみんな、おばさんのおばちゃんが一緒に走らないと受け取ってくれへんみたいな